おはようございます、しょぼうです。今回は雑記帳から始めようというお話です。これまで何度か雑記帳のお話はしてきましたけれども、今回はその雑記帳で終わるのではなく、その先を考えてもやっぱり雑記帳からスタートした方がいいというお話です。手帳というものを初めて使いたい、もしくは挫折してしまいがちな方に向けてお話をいたします。今回のお話の内容は、何でもいいから書いてみると、何度も書いていることを抜き出してみるという感じでステップアップしていったらいいんじゃないですかね、というお話です。ぴょこ、私の手帳を3つ用意いたしました。こちら一番下になってますけども、この10月、この動画が出るのが1日なので、この動画が出る日から使い始めるロルバーンダイアリー、それからこれはもう使い終わっているんですが、雑記のロルバーン、それと2023年に使っていたバレットジャーナル、作るダイアリーノートという3冊なんですけれども、手帳、真ん中ノートとなっておりますが、書いていることあまり変わらない、いや変わるんだけど変わらないとしておきましょう。はい、まずこの手帳の2冊、こちら今ねまだ使い始めるところなので何も書いていないので、こちらちょっとね後の話に出てくるんですが、こちらね2023年に使っていた手帳を、まあ、隠してあるんでね開けます。最初にマンスリーがついていて、あとはメモページ、ノートページ、これに日々の記録を書いている感じなんですよ。まあこれが私の手帳、今ね現在同じ方法で書いています。この時1ページ2日、見開きで4日ぐらいのペースで使ったんですけど、今は B6 サイズで1ページに1日書いているような感じでね、書く量が増えてきてはいるんですが、私の手帳の使い方はまずこうですと。そして今回のメインテーマである雑記帳、こちらこれね多分見せていい、今年の4月から使っていて5月中に使い終わったのかな、そんなくらい月1冊で使っている雑記帳、今ちょっと遅くなってるんですけどね、もう夜更かしライブ配信とかで、まあ、落書きが多い時期だったのでね、そのくらいのスピードで行っているんですけれども、まあ、この動画のタイトル書いたりとかねしておりまして、ただですねそれだけかっていうとそうでもなくて、ちょっとね勉強のために使っていたりとか、かなりいろんなことに使っておりまして、ちょっとしたメモとかね使っていて、落書きだけではないですよ。バラーってめくるとね落書きしか目に入らないんですけど、あとタイトルと落書きだけなんですけどちゃんと他にも使ってますよっていうことで、まあこんな感じで雑記帳は現在使っています。で今回のお話、何でもいいから書いてみる、まずこのお話からいきますと、ね、手帳とノート、まあ雑記帳があって、例えば帰りに歯ブラシ買わなきゃなっていうのを手帳に書けますかっていうお話なんですよ。いやいや、このサイズのね B6 の雑記帳だとなかなかねその歯ブラシを買うっていうのも書きにくいかとは思うんですけど、まあ相対的な話、この2つを比べてみてどっちが書きやすいかって言ったら雑記帳ですよねっていうレベルの話で、雑記帳の方が自分が手帳って意識しているものよりも広げやすい、書きやすいですね。なのでまず雑記帳からスタートした方が書けるようになりますよっていうところ、これはね間違ってないと思うんですよ。
まあ、雑記帳にも抵抗があるよっていうことだったらもうメモ帳になるんですけど、メモ帳を雑記帳って名前つけて書くのでもいいなってぐらいな感じなんですけどね。雑記帳を用意する、書き捨てていいノートを用意するっていうことがまず大事で、とにかく思いついたこと、必要なこと、忘れちゃいけないことね、そういうことを書ける手帳って言っちゃっていいのかな、が必要、雑記帳が必要なんですよ。まずこれ全く手帳を使えてない人向けのお話ですよ。これが必要で、これは応用編、正確にはね、これあえてここに出してきてるのはこれと同じ使い方ができるから出してきてるんですけど、でもまあまあ、ひとまず雑記帳があると何かを書き始められやすいですよというところ、この主張がまず一つ。そして二つ目のお話は、何度も書いていることを抜き出すというお話で、雑記帳を書いておりますと同じこと、同じ、まるっきり同じことじゃなくて、同じようなことを何度も書いているっていうことが起こりがちです。例えば、レシピメモ。なんか、ネットを参考にして作ったんだけど、美味しかったので、これは残しておこう。っていうのが、まあ、毎日とは言いませんけれども、月2、3回起こるよ、と。ってなった時に、雑記の中に埋もれてしまうと、次使いたい時に探すのが面倒。まあ特にね、これ1ヶ月に1回使い終わっちゃってしまっちゃうんですよね。一応私はこの雑記帳はここ数年捨ててはいないので、まあ全部残っている。その中であのレシピ買いたいよなっていうのを探せなくなってくる。だから何度も書いているし、何度か参照したくなるものがこの雑記帳の中に埋もれてきたら、専用の手帳を作りましょうっていうことで、私の場合はアイディアとそのメモ、だからそのアイディアそのものと紛失したくない、何度も探したくないメモは抜粋してこっちに書いていますってなると、もう雑記帳の方にはアイデアを書かず、アイデアはここ、メモはね、メモ帳に書いたものを切り取ってここに貼るようにしているので、これ2つの使い方をしているのがね、まあちょっと雑な話なんですけど、こんな感じで必要なものだけ専用の手帳を作りましょうっていうことでやると、その手帳っていうのは何度も発生することを書いているので続けていけるんですね。だから雑記帳を書くっていうことは、自分が何が必要なのかっていうのを理解するためのことだと思ってください。自分はこういうことが今必要な、必要だから手帳に書くっていう行為が必要だっていうことなんですね。順番はまず書きたいことがあって、それを探せなくなると困るから手帳を作りましょうっていう、この順番を守るとこの手帳が続きます。この手帳を買ってきたから、この手帳に何を書こうかって始めたことはだいたい続きません。必要だと思っていてもですよ。そうじゃなくて、もうここに入れてたら大変なことになっちゃうから救い出そうと、そこで発生する手帳っていうのは絶対に続くので、この段取りを踏んでほしい。だから他殺使いとか一元化とかいうことじゃなくって、自分の情報が一個にまとまってる状態で混然としちゃうっていうのは、まあ大体一元化から他殺化に移行する理由なんですけど、まずそれを雑記帳で発生させちゃって、他殺化とは言わないけれども、必要な事項を新しい手帳に移行させていくっていうのを意図的に発生するような状態にしていくと、手帳はうまくいくんじゃないかなと思って、まあそんな感じで雑記帳から始めていくと、いろいろ
はかどりますよっていうお話なんですが、とはいえせっかくこの秋の季節、新しい手帳使いたいじゃないですか。なんかまあいつものノートでもいいんですよ。私はロールバーン好きだからこれをいつ使ってもいいんですけど、やっぱり新しい手帳ね、今年買って使い始めたいっていう気持ちもよくわかるので、この2つなんですよ。ちょっと前にサブチャンネルでも同じことを話しましたけれども、このね、ここでようやくロールバーンダイアリーが出てくるんですが、これだけフリーなページがある、で頭にはマンスリーがついている手帳です。一応ね一応って言っちゃいけない。なのでここにスケジュールなど書きつつ、メモページで雑記をね始めていく、こうすることによって手帳を使いつつ導入の雑記帳が展開されていき、例えば半年経ったぐらいで、そういえばいつもこのこと書いてて、いつもそれ探してるよなって思ったら、それ専用の手帳、まあシステム手帳とか、もしくはウィークリーなんかだと、これの一部に書いてあることそのままね、そのサイズ感で書けるかもしれないので、そういう手帳に展開していく。なぜ今から始めて半年後、4月始まりの手帳が発売されるので、その時合わせでその繰り返し書いてること、繰り返し探していることを抜き出してあげてもいいのかなって思ってます。それで雑記帳を書くにあたって大切なこと1点言い忘れてました。毎日書かなくていいですからね。毎日書くことが大事じゃないんですよ。必要なことがあった時に書くことが重要なんです。そっちをねすごく大事にしてほしいんですよ。それができて何度も書いていることをこう新しい手帳に移した時に、この何度も書いていることはこのくらいのサイクルで書いている、何日かに1回発生するっていうのが分かっていると、書けない日があってもそれは何日かに1回しか発生しないからねって思うわけです。何度も書いているけれども、例えば1年で10回、まあ多くても1月1回12回しか書かなかったけども、埋もれちゃ嫌だ、探したくないっていうものを抜き出した時に1ヶ月に1個書ければいいわけですよね。でその手帳はもしかしたら1年で終わらなくて何年も使う手帳なのかもしれない。ですからこの1ヶ月間この手帳を使わなかったなって思っても、それが当たり前なんですね。なので書けてないんだよな、せっかくこれを書こうと思ったのにっていう負の気持ちが発生しないんですよ。月1回今日も書けたな、次は1ヶ月後かな、もしかしたら2ヶ月後かな、でも必ず書くし、それはここにまとまってたら見つかりやすいよなって思えることで挫折しない、何年にもわたって同じ手帳を使い続けられるコツなんじゃないかと思いました。なので雑記帳にまず何でも書いてみる、それから何度も書いている、何度も検索している、調べている、あれどこに書いてあったかなって思ったことは抜き出して違う手帳に書いてみる。そうするとその頻度も把握してるし、重要さも分かってきている状態で手帳が始められるので、手帳長続きしますよっていう今回はお話でした。ピョコ。ということで今回はもう何度目かわからない雑記帳のお話でした。とにかく雑記帳が大事だと私は思っておりまして、やっぱりね雑記帳に書いてないと忘れちゃうんですよね。大概のことは忘れてしまいます。あと覚えていようって思うと他のことが入ってきませんみたいなこともあって、一
旦雑記帳に預けたいみたいな、そういうことがねたくさんあって、あれなんだっけ、あーなんであの時書いてなかったんだっけってすごい何度も今でも後悔してることがあって、あのその後悔してる時の気持ちをね大事にしてほしいんですよ。手帳雑記帳を使う時にね、あれ書いとけばよかった、まあ雑記帳じゃなくてもメモ帳があって、それを最終的に雑記帳に貼るのでもいいんだけど、なんかそれがこうちょっとした手間を惜しんだことによって、なんか大事なことを失ってしまった。まあ多分その仕事のことに関してそういうことは逆に発生しないと思うんですけど、もしかしたら今後の人生に、もしくは今後の余暇、休日にね、こういうことをしたいっていうことが失われてしまったことによって一時ぼーっと過ごしちゃったななんてことが日曜日の夕方サザエさんを見ながら発生するかもしれませんので、ぜひですねメモ帳、雑記帳と言わずメモ帳からそれを雑記帳に貼るぐらいまでの感じ、もしくは雑記帳をとにかく小さくしていつでも持ち歩けるという状況を作って、ほんとどうでもいいこと書いてください。どうでもいいことを書く習慣ができたら大事なことも書けるようになると思いますので、まず雑記帳、もうその雑記帳は手帳かどうかっていう、まあ手帳なんですけど私の中では、だから雑記帳という手帳から始めて日記だったり仕事用のタスク管理手帳だったりに進んでいく基礎にしていただければなと思います。といったところで今回は終わりにしたいと思います。このチャンネルではこういった手帳のお話、それから購入品紹介、文房具レビューなどをしております。これからも話を聞いてやってもいいよって思われた方は高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。そしてサブチャンネルとサードチャンネルもやっております。サブチャンネルでは文房具に関する非常に細かいどうでもいいお話、文房具がある生活のお話、それからトラベラーズノートのお話をしております。サードチャンネルでは手帳を持って散歩に出かける、旅行に出かけるといったテーマでお話をしております。サブチャンネルもサードチャンネルもぜひご視聴ください。またツイッター、インスタグラムもやっております。ハッシュタグしょぼーず、ひらがなでしょぼーずで視聴者の皆さんが交流されてます。概要欄にサブチャンネル、サードチャンネルと合わせてリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。それでは最後までお付き合いありがとうございました。以上、しょぼーでした。ではまた。